マザーズ・デュエリング・レッド・フォレスト、対戦よろしくお願いいたします。チョコです。今日は全力疾走をめっちゃ使う人をやります。堕落、あるね。わー、全員集合。最近多いな、全員集合で始まるの。おー、ネメシス来たー。全力疾走をたくさん使うために、この細い壁に隠れる。執着心で歩く速度早めて、根津の番で、20% 疲労を早くしてます。疲労回復を早くしてます。マービンの地確定かな。職種2回でレベル上がったから。マジで早えな。これでもう板割れるもんな。いやー、しかもうまいぞ。で、一直線にこっち来てたから、もしかしたら死を呼ぶ追跡者あるかもしれない。堕落死を呼ぶバベチリ。ああ、なになに、怖い怖い。破滅。これは僕が追われるかな。ゾンビいるからあんまりここでやりたくねえな。じゃあのゾンビ、あーあーあああやめてやめて。でも結構がっつりガンガン追ってくるタイプかな、この人。ウィス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 。外側もあるか。ああ、信用消えた。なんでガラクタか足音でかくね。めっちゃ聞こえるけど。あー、それはね、予想外です。それ予想外っす。やべ、これ触手食らうよね。そうだよね。まあでも板使ってないからオッケーっちゃオッケーかな。心音鳴ってないのはなぜ。ガラクタいじり？あ、違うわ。忘却なだけだ。ごめん、連れてきちゃった。最悪かも、これ。でも、追ってくれんじゃねえかな。離れるか。できれば強い窓使いたくはあるが。もう一回小屋行こう。破滅あるからね。発電機から手離せないと思うから。なるべく遠くでチェイスしよう。超える。やべ、これ触手。にゃー、そうだよね。まあこれ窓行っても死ぬもんな。窓行くフリーだったか、せめて。よし、でもこれで真ん中回ったんだったら作戦としては OK かな。いや、これでうまいこと負けてたらな。スプリントバーストの回復もあと15秒ぐらいだったと思うから、もう一回チェイス中に使えたりなんかしたかもしんないんけど。でもしょうがないよな。鋼の石ついてても感染してる状態だとポイ聞こえるからね。ありがとう、みんな優しい。これだったら回復回復してくんね。ありがとう。なんかメグ鍵持ってんだけど、拾いもんかな。ロビーでは持ってなかったような気がするんだよな。サンキュー。よし、回そうぜ発電機。あー、破滅あるじゃん。ちょっとフェミ、もう一回もう一回やって。もう一回倒して、これ、この人壊せねえ。ちょっと引っ張るか、こっち。なんだこの破滅の守護神は。おい、これ無理だろ。こっち向く、これ。あ、でもなんかスタックしてね。あ、急に仕事放棄してるわ。だったら壊せそう。堕落、これで多分破滅死ぬと思うんだよね。不死はないと思う。よし、ただこっからイタチがあるかもしれないから、そこだけ注意でございますな。ワクチン使っちゃおっかな。あ、違うわ。メグが持ってんの、鍵じゃなくてワクチンか。よし。そんで、こっち側でチェイス主にやってたから、こっちの発電機が進んでないと思うんだよ。なんで、ここやりましょう。あと、小屋に一つあるんで、これやっ
け、次小屋の向こう側かな、あっちに発電機あると思うからそれやりに行こう。だいぶ状況としては辛いか。あー、フェンミンに釣りか。これ回してーなー。割とね、このチーム救助意識高いから、その分発電機の周りがちょっと遅い、まあ、なのでガンガン回していかないといけない。ここは僕が発電担当になってメグに救助行ってもらえるとすごく助かる。救助めっちゃ早くね。それ逆に大丈夫か。フェンミンがストライク持ってなかったら落とされそうだけど、ただネメシスもこっち側までは探しに来ないね。とりあえず回すぞ。誰が割れてんだ。あー、ストライクない、やばい。残り3人で発電機2台か。ちょっと厳しくはあるな。ワクチン使います。こっち来ねえかな。チェイス引き受けたいんだけど来ないか。もう1個ワクチン持っとくか。大丈夫だよな、持っててもよし。ここの発電機取っといて、あ、でもここ回ってんのか。そしたら向こう側に3つ発電機ある可能性が。あ、メグ追われてる。これか。 OK、 やろう。よし。いや、でもこれ回せたら偏り全くないから発電状況としてはいい。しかもここでまだ釣られてないメグが追われてるっていう。いやー、来てる。来てるけども、ここは発電機優先。こっち来たら全力疾走で逃げる。で、地味にさ、根津の番周りの人にも効果あるから、例えば今のエロディがスプバとかを持っていた場合、あの人も回復が8秒早まるんだよね。すごく限定的ではあるけども、それはそれでありがたいんじゃないかな、もしまだ回復してなかったら。よし、何はともあれあと1台メグがどこやってるかだな。これ救助行くか。あー、それバレるな。行こう、急げ。こういう時足遅く感じんだよな。うわー、めっちゃチェイスしてる。ちょっと待ってね。おい、なんでこんないいとこにゾンビが、ゾンビがキャンプしてます。あぶねえ。一旦離れるか。回復してもいいけどね。急いで2人で回したら回せるかもしれないけど、あ、でもこれ回復した方がいいぞ。で、メグ初釣りで、発電機そこと、おそらく向こうに2台なんで、どっちか、どっちをやるか。ワクチンも使ってあげよう。はい、どっち来る。こっちか。あー、いや、エロディの方行ったな。だったら救助。歯がゆい。発電機もやりたいけど救助も行かないといけない。めちゃくちゃ大変だ。ほれ、回復しようか。あ、いや、違うな、メグが持ってんのこれ鍵だ。ワクチンじゃねえわ、やっぱり。そしたらもしかしたらハッチ逃げできるか。ハッチ見つけたら教えてあげよう。そしてこの回復の速度、足がずっと速い。ストレスフリーだな、この構成。ここ回そう。いやー、回し切るのは絶対無理だな。エロディ死亡でしょこれ。やばくね。
きのは僕が積極的に竹取りに行った方がよかったか。でもそんなあれだもんね、キラーの気持ち次第だもんな。回す気あるね。もしかしてこのメグが持ってる鍵あれか、緑鍵か。見た目だけの。いける、この執着心の足の速さで。からのスプリントバーストで距離離して、で歩きながらまた回復と。メグ見つかるか、大丈夫かな。メグの隠密力に期待。向こうの発電機やめる、そんな回ってないし。小屋の発電機行こう。いや来てね、追われてもないな。メグオッケーオッケー、いい状況よ。ハッチどこだなんで鍵持ってんだっていうか、メグいつ拾った。あーそれはまずい、ロッカーバレか。ロッカーにいたのかっていうか、うわー救助してあげたいけどな。一応まあこれでバベチリ回避はできた。こっちまで来るかな。やべ、どこ。まあまあ発電機見るよね。救助いけそうじゃね。ちょっと遠回りではあるけど、ゆっくり行こう。足跡見られないようになるべく端っこ渡ってって。すごい緊張感だなこれ。猛ダッシュで行くか、それしかないもんな。今行くぞメグ、ちょっと待ってくれよ、持ちこたえてくれ。ほらよし、でちょっと俺行くわ、目立ちに行くわ。発電機ここに2つか。なんかだいぶ遠いな、戻ってくるまで時間かかってる。あえて音出すか。オッケーオッケーオッケー、よし、でかい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 、そのミスでかい。ちょっとだけでも引っ張れたら上出来。当たるかー、今の最速飛びできなかったの痛い。あ、触手攻撃当てたら忘却になるやつか。そんなあるんだな。っていうかメグの方行ったねこれ。マップにワクチンもうなくね。まあ、すか発電機。メグ俺たち脱出できるかな、どうだろう。怖くね？触手攻撃当てたら感染状態の人が忘却になるみたいなやつあったっけな、違うっけ。ネメシスのアドオン、マービンの血しか使ってないから分かんねえな。来てる、足音でけえんだよ。まだスプバ回復してない、しかも小屋板もうねえわ。くぅ、痛い。追ってきてはいるね。スプバ回復しちゃおうこれ。あ、おい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 、あぶねえ。メグメグ、ハッチってこいたのあんた、何この偶然しかも最後スプバなかったら無理だったじゃん。ちょうど最後にネズの番の回復速度アップが決まったな。あ、てか持ち込みだったのか、引いたんじゃないんだな。あ、でもありがたい、あれなかったら普通に死んでた。はい、ってことでキラーからしたらクソみたいな試合だったと思うけど、まあ脱出できて嬉しかったんで、これにて終わりたいと思います。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではさようなら、バイバーイ。やべえ、室内マップ来ちゃった。ほら、これが終着信。めっちゃ速いっしょ、足。
何ヒルビリー牛破滅かレリー、あどっちがやる俺怖いから嫌だな、俺が破壊するわ、うん、うえは、まあまあとりあえず不死ね、あと破滅もあっから、足速このジル走んなくていいじゃん、もう歩いてチェイスできるわこの速さ、はい、ピヨーン、はい、これで一気に距離取って歩きを織り交ぜて速攻でスプバ回復していくと。誰か破滅壊してくんねえ、ミョーン、はい、そして破滅も見つけちゃうとね。今のは完全にネズノ版の効果のおかげでしょ。8秒短くなってスプバもう一回使って、こいつまたスプバかよ、ため息出てるだろうな今のヒルビリ、なんでデッドハードじゃねえんだよって、きっと怒ってる。来るか、骨か、まあそう、そこだな、やってんの。まあ、不死破滅死んだし、あとはもうゾンビ作戦で地道に行こうか。ノイス？そうだよな、スプバだから別にこれ追っても意味ないからね。どこ釣るの、どこ、あーそこか、参ったな、血族ありがてー。そうだよ、あそこ警戒してるんだったらそことそこが回るな、そことここ、執着心いいね。微妙な距離感、まあ助けちゃうかこれ、はい、俺もうちょいスプを回復するから、不意に出会った感、あー殴ってくんのかーいチェーンソー構えないのそれ、スプバだからかしてやられたわ逆に。いやまだ回復してねえからちょっと頼む、頼む、早く回復してスプバ、持っては来ない、おおいえ、気になってるなあそこの発電機、もしも
回復早え。つくわ。ナイス。おお、オッケー。来てるぞハンバーグ。なんで？なぜ？なぜ？俺の身代わりになっちまったハンバーグが。95。電気気になってると思いません？ごめんね、なんかナスったみたいになっちゃった。ナスってないんだぜ実は。なんかずっとこの辺いない？中央の発電機って回ったのかな。ここあれだな、別のやつやるか。書斎のやつやろう。自分から寄ってってよ、なんなら。いやでもね、レリーはね、どっから来てるか分かんねえからな。いやマジ疲労回復早くね。最大限にスプーバー活用してるでしょこの試合。これ2台向こうの発電機と、まあ、そっちら辺にあるだろうな。ともう一個もあの左奥かな。ずっとそっちにいいんだよな。相性いいよね全部。執着心も水の番も。うわーもう最高の光景これ。全員が発電機触ってる。ナイス。血族の距離えぐ。見えすぎじゃね。何メートルこれ。32メートル。ゲート開けよっか。キラーの行動全部見えるんだが。強っ。ああ、ちょっとなんか来そうな感じやめてよ。90いけそう。ナイス。とりあえず開けて。向こうのゲートはただ触ってない。助けるか。スプーバー取っときたいな。おい行くぞ。多分大丈夫。ゲート張ってそうだな。あ、いけるか。ナイス。え、でもそれ多分そっちいるぞ。まずい。逆に。内側ではなく、外に敵がいると。あ、もう一個のゲートどこ？やっぱ分かんねえ。あ、こっちか。あっち側かな。ナイスナイス。取り残されちゃった。ゲートどこ？誰か助けて。ゲートの位置分かりません。死ぬ予感、死ぬ予感しかせん。
え、ゲートなくね？あった。開いてる？あっ！やばすぎー、やばすぎ。あ、いける？チェーンソー構えてこねえ。あ、よかったよかったー、あぶねえ。最後に迷子出たわ。セーフ。やっぱゲートの位置は見とかないとな、ちゃんと。あ、こんにちは。血族強かったです、ありがとう。まあ、キラー、あの地球儀マークだからちゃんと見えんからな。じじ